あ、ミナイさん、どうしました？藤田さん、ミナイさんだとお姉ちゃんと一緒でややこしいでしょ。私はマドカでいいですよ。あ、了解しました。マドカさん。お姉ちゃんじゃなかった。ミナイ警部はいますか？ミナイさんですか？今外回りに出ています。ちょっと一人になりたいって言ってましたから。帰りは。そうですか。藤田さんにもいろいろお世話になったみたいですね。ありがとうございます。いえ、自分は別に、むしろ、ミナイさんの方が。お姉ちゃん、どうし、亡くなられた娘さんってお姉ちゃんと親しかったんですか？それほどってわけじゃないんですが、いろいろ情報を提供してもらったりして何度か顔を合わせていましたからね。まして最後はあんな死に方じゃやりきれないですよ。どこかで気づいて最悪の事態も防げたんじゃないかってね。藤田さん、私、時々思うんです。お姉ちゃんって本当は、刑事に向いてないんじゃないかって。まどかさん？今、この垣内署の管轄内だけで、どれくらいの人が死んでると思います？どれだけの人が、犯罪をしでかしているか、知って、昼夜、20、それこそ、100でも収まらないくらいたくさんの人が悲しんで、苦しんで、その一つ一つに同情したり、後悔なんてしていたら、心が持ちませんよ。それに、警察だって人間だから、万能じゃないんです。間違いだってあるし、できないこともある。それなのにお姉ちゃんは、いつもみんなに答えようと頑張って、あちこちに動き回って、その分、ボロボロになって、傷ついてる。もっと割り切ってやらなきゃ、本当に壊れちゃうのに。まどかさん。お姉ちゃんは気が優しすぎるんです。口とかはきついのに相手のことを余計に考えちゃって、せっかく必死に頑張って試験に合格してエリートの道に進む資格を手に入れたのに、
無駄遣いしちゃってる気がします。偉い刑事さんになったんだから、もっと仕事を割り切って考えて、できる範囲内で犯罪者を取り締まっていけば勝手に出世できるのにな。ずいぶんな言われようですね。それじゃあ俺たち警察は自分の出世のことだけを考えて犯人を捕まえていけばいいんですか？加害者の事情とか被害者の悲哀なんて考慮する必要はないんですか？あ、ごめんなさい、そういうつもりじゃ。いや、わかっています。わかるつもりです。確かに美奈さんはあんまり賢くないです。本当に賢かったら純キャリア組なのにこんな偏僻な場所に飛ばされて、それでも一生懸命に働くなんてこと絶対にできないと思いますからね。ですけど、あ、内緒にしててくださいよ。知ったらきっと怒ると思うから。ああいう性格の人だから俺たちも忌憚なくボスと仰いで頼りにできるんですよ。確かにちょっと危なっかしいけど、真面目で一途で、美奈さんの正義感は本当、見ていて清々しいですから。逆に俺はああいう人こそ早く偉くなってトップに立ってもらいたいと思いますけどね。藤田さん。それに。それに？いや、やっぱりまどかさんは美奈さんの妹なんだなって。そういう風に相手のことを考えてあれこれ悩むところなんてそっくりですよ。似ていませんよ。私はあの人みたいに戦わずに、今さら追いつけないし、そんな気もないです。似て欲しくない。お姉ちゃんは、お父さんのようになって欲しくない。努力の数だけ頑張った人が損をするのは、絶対、間違ってます。日暮らしの泣く頃に水アドバンスドストーリー染め写しをプレイされた皆さん、お疲れ様でした。新キャラクターのみで構成されたこのお話はいかがでしたか？これはコミック版日暮らしの泣く頃にシリーズの外伝で人気を博した一つ、鬼さらし編をベースに組み上げられたエピソードになります。本編とはまた違う面白さをちょっとでも楽しんでもらえましたら、とっても嬉しいです。ちょっとちょっと！楽しむどころか、主人公の夏美まで死んじゃう最悪のバッドエンドじゃん！これで何を愉快に思えって言うのさ！しかもタマコ、なんであんたが進行役やってんだ！そんなの知らないわよ。私は、コンシューマー版の監督から任命されただけなんだからさ。まあおそらく夏美に任せると推しが弱くてまともに進まないし、千里だと内容そのものをぶち壊しにしかねないから消去法で選ばれたんでしょ。アキラちゃんも口下手だから進行向きじゃないしね。悪かったな。誰がクラッシャーだ！
ほら夏美、あんたも何か言い返しなさい。仮にもこのお話の主人公でしょ。そんなの私に言わないでよ。私だって今回やっと隠れキャラ扱いからヒロイン昇格って喜んでたのに、危うくアキラ君を殺しかけるわ、最後はおかしくなって死んじゃうわで、今もズズーンって落ち込んでるんだから。そういえば夏美は本編にも何度か登場してたんだっけ。で、念願のメイン昇格が、こんなお話じゃ確かに納得はできないわよね。つうかさ、噂では聞いていたんだけど、日暮らしの世界のお話って本当にひどい結末ばっかりなんだね。あんまりな終わり方にちーちゃん思わず声も出なかったよ。あ、そうなの。じゃあいっそのことあんたは今後一切永遠に黙っていなさい。そうすれば世界は平和で暮らすにはとても快適だ。私の吐く言葉は汚染物質か。高化学スモックとでも言いたいのか。はあ、まったく、千里もタマもそのくらいにしとけよ。ふん、あんたに意見なんて求めてないってのこの究極ヘタレ。夏美を救えなかったくせにイケシャーシャーと出てくるなんて、いい度胸してるじゃないの。ちょっとやめてよ千里ちゃん。アキラ君は辛い目にあって傷ついてるんだから、もう少し気を使ってあげて。いや、一番ひどい目にあったのはあんただろ夏美。まあアキラちゃんはかろうじて助かったみたいだけど、目の前で好きだった女の子がおかしくなって死ぬところを一部始終しっかりと見てしまったからね。多分普通の人なら一生のトラウマものだよ。いや、全く、私だったら3ヶ月は夢にうなされるね。あと肉料理は金輪際パスして一生ベジタリアンへの道を突き進むだろうな。特に鶏肉のフリカッセなんて見た日にゃ。お前らな、かわいそうとは言わなくてもいいから、せめていたわりの言葉一つあってもいいと思うんだかな。いたわり？うん、わかった。そんじゃ、つらいのつらいの飛んでけ。そりゃいたわりじゃねえ、いたぶりだ。あら、一文字違うだけでえらい違い。何かのネタにしておこう。メモメモ。話を聞け、ちさ。まあ落ち着いて。ちさとちゃんは黙っていれば美人なんだから、もう少したまこちゃんの言う通り言葉控えめに振る舞った方が人気出ると思うんだけど。おい夏美、それって黙ってない私は美人じゃないって言ってるようにも聞こえるんだが。そんなことないよ。千里ちゃん悪く考えすぎだって。まったく失礼しちゃうわね。この院長の娘の美少女に向かってなんて言い草だ。美少女って。美少女、それは美の少ない女と書く。確かにあんたにはぴったりのキャッチコピーだね。どうおうおう、タマさんよ、なんかさっきからものすごく挑戦的なんだけど、私になんか恨みでもあるのか。うん、アキラくん、千里ちゃんとタマコちゃんって昔からこうだったの。昔はもうちょっとひどかったかな。なんだと？うわと！それにしても親城様のたたりがあって雛見沢で大災害が起きたってことはまだ理解できたとしてもさ、村から離れた私たちの町に住んでる雛見沢の人たちまでもが惨劇を立て続けに起こすなんて、
一体どうなってんだよ。これじゃあ私たちだって、ひなみざわやその出身の人のことを色眼鏡で見ちゃうっての。確かにひなみざわ出身の人は気候が目立つなんて言ってたけど、でもそれって信心深いお年寄りにその傾向が見られるだけで、他の人たちはそうでもないんだよね。例えば夏美とか、夏美のお母さんは全くおやしろ様のことを信じていない。しかも異常な行動をしているわけでもない。なのに二人がたたりに巻き込まれるなんて納得がいかないし、理不尽だよね。新人が足りなかったから逆に罰が当たったってことなのかな。ああ、だとしたら畠山のおじいさんや夏美のおばあさんが死ぬはずがないしな。じゃあ一体たたりってどんな人を襲うんだ。まさか無差別ってことも。だとしたら犯人は人間じゃなくって、まさしくたたりってことになっちゃうけどね。超常現象によるものだからトリックも何もなし。でもそれで本当に解決ってことでいいんだろうか。そうだね。でも今回の構成を作った監督のお話だと、今回の染め写しはあえて鬼さらしという本来のタイトルを使わなかったことにトリックがあるって言ってたけど。なんじゃそりゃ。染め写しに使用されている漢字は染めと伝だよね。で、これを逆さまにつなげ合わせると伝線。じゃあたたりってのはこのまま伝染していくっての？おいおい、冗談じゃないっての。こんな惨劇がずっと続いたりなんてしたら、さすがに精神が持たないよ。たたりなんてないですよ。あってたまるもんですか。あ、みなえさん、こんにちは。こんにちは、皆さん。遅くなってすみませんね。とりあえず今回のメンツはこれで全部？ひ、ふ、み。意外と少人数なんだね。これから話が続けばいずれ増えてくると思いますよ。私の部下の藤田くんに妹のまどか、それに肝心要のあの人たちがいよいよ次回から参加する予定だって聞いていますからね。あの人たち？あ、それって美奈さんの尊敬するあの二人の刑事さんのことですね。確かにあの人たちが加われば、もっとたたりについて詳しいお話が聞けるかも。そうそう、今回は全て後手後手に回っちゃって申し訳なかったけど、次からはそうはいきませんからね。警察官の護憲にかけても犯人を捕まえてみせますから、期待していてくださいよ。おお、頼もしい言葉。ほらアキラ、あんたもこれくらい堂々と言える解消を持ちなさいよ。悪かったな。俺だって次はちゃんと行動してみせるさ。ふふん、言ったからには責任持ちなさいよ、ジミー。これで同じことの繰り返しだったら、ちーちゃんのいびりはこの程度じゃ済まないよ。一応手加減してたのか、これでも。おお、任せとけ。今度こそ俺は何もしないままで終わったりしない。うん、頑張ってね、アキラくん。私も絶対幸せを手に入れるために精一杯努力してみせるよ。うんうん、若い二人が愛する相手を思う美しき姿、良きかな良きかな。なんか見てると腹立ってくるんですけど、独り身の私に対する当てつけかよ、なんて感じで。あれ、そういえば美奈さん、監督から渡された私の手持ちの資料だと他にもう一人いるみたいなんですが。
え、そうなの？どれどれ？あ、ほんとだ。あの人って？いいの、そいつのことは忘れて。今すぐ、速やかに、さあ、綺麗さっぱり抹消して。はあ。知らない。私は何も知らない。知りたくもない。後にも先にもそんな奴はいない。この世に存在しないんだ。どうしたんですか、ミナエさん。いつものクールさが粉々に吹っ飛んでますよ。なんか変なトラウマスイッチが入っちゃったみたいだね。なあ、頭、ミナイさんがそこまで嫌うその人ってのは誰なんだ？所長さんだね。ミナイさんの勤める書き打ち書の。まだ続きがある。何？ミナイさんの妹の婚約者？確か書き打ち書の所長さんって結構年配の人だって聞いたけど、やっぱ57歳です。で、所長さんは妹さんの婚約者だから、二人が結婚すれば美奈さんはそのお姉さんになるんだね。冗談じゃないわよ。何が悲しくてそんなおっさんに姉呼ばわりされなきゃいけないのよ。私独身なのよ。まだ花も羨む20代なんだから。ああ、でもあと1年で30。それ以上言ったら警官侮辱罪で銃殺刑にするわよ。そんな罪名あったっけ？これから作るの。いっぱい偉くなって警察官僚になったら、私をおばさん呼ばわりしたやつはみんな死刑にしてやるから。それから20歳以上も離れたカップルの結婚は法律作って禁止にしてやる。絶対禁止よ。あらら、泣いちゃった。にしても気の長い話だね。その警察官僚になるのに順調にいっても一体何十年かかるのやら。美奈さんって意外に考え方がものすっごく幼稚でバカっぽいんですね。本当にキャリアの方なんですか？なあ、ちさ、あれも解消って言うのかな。まあ、その辺で。とりあえずそろそろ始めちゃおうよ。これから日暮らしのアドバンスストーリーを一緒に進めていく仲間としての最初の親睦ってことでね。はいはい、それもそうね。それじゃあみんなに飲み物配るね。私たちは学生だからジュースで、ミナイさんはビールですか？私もジュースでお願いします。お酒って私焼け酒しか飲んだことないんですよね。さらっと場が暗くなること言うな。みんな、コップは行き渡った？それじゃ私が温度を取るね。では染め写し終了。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、とりあえず簡単に今回のシナリオを振り返ってみたいんだけど、さっきの美奈さんが言ってたたたりなんてないって発言、あれってどういうことですか？ですね、実は私もともとオカルト的なものってあまり信じない方なんですが、今回の一連は特に自信を持って、たたりってのは何かのトリックだと思っています。へえ、その根拠は何ですか？皆さんはご存じないと思いますが、山中で発見された女性の焼殺事件、これが
たたりによる殺人、あるいは自殺だと判明した時点で、私の中では超常的な存在の可能性が全くゼロになりました。え？それってどういうことですか？これは犯罪心理学の話になるんですが、殺人手段に火を用いる、あるいは死に方に火を選ぶというのは極めて文明的な人間ならではの方法なんです。人間ならでは？例えば地球上に存在する生き物で火を道具にするのは人間だけ。それほどに火というものは扱いが難しく、また本能的に恐怖を呼び起こすものだから、それを用いる際には加害者、あえて人間に断定させてもらいますね。その意志と感情がはっきり出ると言われています。その見地から鑑みると、たたりなど何らかの精神的な誘導による本能的殺人手段には絶対に用いない方法なんですよ。あの、すみません、ミナイさん、もう少し分かりやすく説明してもらえませんか？なんとなく夏美たちが巻き込まれた事件との関連性が見えにくくて。ああ、ごめんなさい。つまり順を追って説明しますと、まずたたりの根源である対象は、綿流しのお祭りが行われた6月19日の夜に神への供物となる犠牲者を焼殺した。その数日後にお社様に仕える村の巫女が惨殺死体で発見される。そしてその翌日、雛見沢村でたたりの集大成となる火山ガス災害が発生。さらにこれ以後、雛見沢出身者によるお社様への盲信と異常行動、そして凶悪事件が頻発するようになった。安易にオカルト的な見解で捉えるのはなんだか尺だけど、どう考えても超常的なものが暗躍しているとしか思えないんだけどな。確かにこの4つの事件を同一の種類のものとして捉えれば、そう考えても仕方ないでしょう。ですが、これを個別として扱えばどうなるか。あ、もしかしたら。何か分かったの、夏美？この4つの事件それぞれが起きたことで、誰がどんな影響を受けたのかって考えてみたの。最初の事件では犠牲者が出たことで、村の人たちがたたりの存在を強く感じて、ますますお社様への信仰を厚くしていったよね。でも二度目はその存在を一番敬う立場にいるはずのお社様の巫女を殺している。これって自分を信奉させるためって目的を考えたら、絶対に逆効果だよね。え？どういうこと？じいちゃんにも分かるように説明してよ。つまり人々にたたる魔がつかみが不心得者に災いをもたらす理由は、自分を信奉しないとこんな目に遭うぞという見せしめを行うためでしょ。確かに言われてみれば変だな。同じように信奉者たちに不信を植え付けながらも、まるで違う意味になっている。そして三度目も一緒。村人全員にたたりをもたらして、自分を恐れ敬う人たちまでもひっくるめて滅ぼしてしまった。聖書の箱舟のエピソードじゃないけど、本当に敬虔な信者を救って従わせるのが本来の神様のはずなのにさ。四度目の雛見沢出身者による凶行も同じだよな。信じている人もいない人も惨劇に巻き込まれるようになったら、逆にお社様に関わることこそが危険なことだと皆が考え出す。ということは、お社様は自分の信者を自分自身で離れさせようとしている？どう考えてもそれはおかしいよな。つまり美奈さんの考えだと、このたたりはお社様の意思によるものではない
ということです。私は割と唯物論的な考え方なんです。だから神様といっても自分自身にメリットがないことをしたりはしないと考えます。ということはこの一連の惨劇は恐怖に彩られて惑わされていますが、実際にはお社様の名前を語って何かを企む奴らの仕業なんじゃないかってなんて、まだ確固たる証拠をつかんでいるわけじゃないんですけどね。じゃあ美奈さん、犯人が人間だって断定するからには、誰かにとって今回の惨劇は何かのメリットがあるんですか？ええ、犯罪には必ず誰かにとっての有益性が存在する。それが解明できれば、おのずと関与する人たちの意図やその顔ぶれが見えてくるものですよ。なるほど。そして私は犯罪者の心理がはっきりと現れやすい第一の小殺事件にこそ、何か今回の染め写しでは残念ながら私たちの手で捜査することができませんでした。ですが次こそその内容を調べ上げて真相を暴いてみせますよ。頑張ってくださいね、美奈さん。次回も頼もしい活躍期待していますから。任せてちょうだい。まあそれ以上に美奈さんには片付けなきゃいけない問題があるんだけどね。妹さんのこととか、妹さんのこととか、思いっきり年上の弟さんのこととか。ああ、それは言わないで。いやー、今回いいこと聞いちゃったわ。このネタはまだしばらく使えそうだね。千里、あんた鬼か。まあまだ犯人が人間かそれともたたりなのかと判断するには、証拠もそして事件の詳細も不明な点が多すぎるよね。だから次回、雛見沢のことをよく知っている刑事さんたちから情報を集めることが重要な意味を持ってくるんだと思う。推理はそこから始めても遅くはないかもね。そうだな。美奈さんの見方はもっともだけど、今の段階では根拠もなくあれこれと言い合っているだけだし、もっと事件についていろいろと情報を仕入れていきたいところだよ。まだアドバンスドストーリーは他にもたくさん出てくるみたいだしね。それもじっくり読んで本編の内容とも照らし合わせながら謎を解明していきましょう。それもそうですね。それじゃあ次回影帽子を楽しみにして、それまで私たちはこれまでのシナリオをもう一度読み返してみようか。それでは、日暮らしの泣く頃に睡、次の章をお楽しみに。